こんにちは、フィーフィーです。ムン大統領の反日も強烈ですけど、次の与党の大統領候補は、ムン大統領どころじゃなく、強烈な反日でえ、仮にこの人が韓国の大統領になれば、日韓関係は絶望的になるでしょう。え日本はまず、韓国に謝罪するべきだ。 これは先日外国メディアの会見で今度の韓国の大統領選に出馬する与党候補が言った言葉です。韓国はとっても経済が悪いんですが、そんな中でもまだ今後反日を続けていくつもりなんでしょうか でもこのまま韓国の政権が強硬な反日姿勢を続ければ、日本からの経済的支援はもう期待できなくなりますし、韓国経済は破綻に向かっていきます。しかもこの与党の大統領選の候補者は強烈な反日だけではなくて、強烈な反米でも知られているんですね。 11月12日この韓国の与党共に民主党の大統領選の候補者であるイ・ジェミョン氏はアメリカのある上院議員と対面で対談したんですねしかしこの時このイ・ジェミョン氏がこのアメリカの議員にとんでもないことを言ったんです韓国が日本に併合されたのはアメリカのせいだとこう言い放ったんです ただこれをアメリカの責任だと、まあ、日本に併合されたのはアメリカのせいだと憎しみの感情をアメリカにぶつけるのはおかしいんですね。この発言には韓国の野党からも反米感情をあらわにするもんじゃないと批判が上がったんです。まあ、こんな発言をすればアメリカと韓国との関係が悪くなるだけですよね。まあ、こんな外交意識の低い方が 韓国の大統領選の候補者になっているわけですから、韓国は本当にやばいんですよね。ただ、このイ・ジェミョン氏が今特に反日や反米の言動をエスカレートさせているのには訳があるんです。それはこの与党の大統領選の候補者であるイ・ジェミョン氏の支持率が野党の候補者の支持率に抜かれてしまったからなんですね。 11月24日の時点でイ・ジェミョン氏の支持率は37%で,で野党の大統領候補者が44.1%ですから7.1%も抜かれてしまったんですねただこれでも半月前の世論調査の時に比べるとこのイ・ジェミョン氏の支持率が少し持ち直してるわけですね つまりあの強烈な反日、そして反米の発言の効果がちゃんとこうして出ているわけです。まあ、つまり韓国では経済がどうなろうと日本やアメリカに助けてもらえなくなるリスクを犯してでもやはり反日や反米の言動をすればこうして支持をしてくれる人が増えるわけですね。そりゃ韓国では支持率欲しさに反日や反米はやめられませんよね。 まあただ自分たちの政権を維持するためにこんなに韓国経済が悪いのに、まあ、そんなことはそっちのけで反日や反米に精を出すなんて本当にどうかしています韓国の今後やそれこそ韓国国民の生活なんてまるで考えていないんです韓国の政治家は一時的にでも自分たちが甘い蜜を吸えるならそれでいいとしか考えていないのでしょう そのために政治を私物化しているんですね。しかも支持率を上げる切り札として、反日をいつでも利用できるように、反日教育をしたり、社会全体で反日をして、韓国政府はそうやって、自分たちのために国民に反日をすり込んできたんです。こんなのは、 韓国国民の政治への不満の矛先をそらしてで彼らのフラストレーションを発散させるための反日に過ぎなくて何も韓国のためにはなっていませんむしろ反日をすることで日韓関係がますます悪化して韓国経済は衰退に向かっているんですそれにしても韓国ではこうして反日反米の言動をすると国民から簡単に支持を得られるのに なぜこのイ・ジェミョン氏はそもそも野党の候補者よりも支持率が下がってしまったのでしょうかこのイ・ジェミョン氏は当初候補者に選ばれた時は国民から多くの支持率を得ていたんですよねで支持率が下がった理由は最近になってこのイ・ジェミョン氏をめぐる数々のスキャンダルが紛失したからなんです このイ・ジェミョンという方は現在、キョンギドの知事をしているんですね。ただ、この地域の開発事業をめぐって、イ・ジェミョン氏が不正を行ったとして、今、野党からの追及をされているんです。この件についてはすでにソウルの中央地検も捜査に動いています。また、イ・ジェミョン氏と暴力団のつながりについても情報が出てきているんですね。そうなると、イメージは悪いですよね。 イ・ジェミョン氏に対しては悪いイメージしか持っていないといった印象を持つ人が増えたというんですあとイ・ジェミョン氏は過去に韓国の大女優と不倫関係にあったことも暴露されていますまたこのイ・ジェミョン氏の老いが以前交際相手の女性とデート中に別れ話を切り出されてその女性の住んでいる家に行って 女女性性ととその女性の母親をを死なせたいいう事件を起こしているんですね。で、この事件については確かに与党の大統領候補のこのイ・ジェミョン氏本人がしたことではないんですが今韓国で騒がれているのはこの時の事件に対する裁判でのことなんです。 なんとこの裁判で事件を起こしたおいの弁護を引き受けたのが叔父であるイ・ジェミョン氏だったんですねしかもこの時イ・ジェミョン氏は被告人は心のの状態にあったので原刑すするよう主張したんですでも結局これが裁判では受け入れられずイ・ジェミョン氏のおいには無期懲役が確定しました まあつまりこの時の弁護について一体どんな弁護をしていたんだと今頃になって韓国国内で批判が巻き起こうしたいくつものスキャンダルによってイ・ジェミョン氏は大統領としての倫理観を今問われているわけですね。 韓国の場合、そもそも候補者の政策や経歴を見て、韓国の有権者がリーダーを選ぶというよりも、その時の感情やノリで選んで、それこそ冷静に判断しているとは思えないんですね。それはは特に韓国では国でのリーダーダを 国民投票で選ぶからだと思うんです。だから、韓国の選挙では、相手の荒を探り合って、お互いの足を引っ張り合うような選挙戦になってしまうと言います。で、こうしたスキャンダルが、連日テレビなんかで報道されて、国民が盛り上がるわけです。まあ、つまり、どれだけ韓国国民の感情を煽れるかが、選挙に勝つための鍵になるわけですね。 しかもそういった中で選ばれるわけですから韓国のリーダーはその後も国民の感情を利用して支持率を上げたり支持率を維持しようとするわけですだからそのためにも韓国の政治にとって反日は不可欠なんですただ荒探しをしたりスキャンダルで盛り上がる韓国の政治はそれこそが政治家の命取りになっているわけです 歴代の韓国の大統領を見てもスキャンダルで足を引っ張られ悲惨な最後を迎えた人ばかりです、まあ、まず感情に任せて選んで支持をするというところから、まあ、韓国の有権者変えていくべきでしょう韓国経済にとってそして韓国国民にとって有能な人間を冷静に判断して選ばない限り 韓国はこの先もずっとまともな国にはなれないと思いますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします